ねえ、本当すごいよな、改めて。なんすか、長老ですか。いやいや、だって何時間やってんですかこの番組。すごいよね。まあすごいですよね。いや今日はさ、だからそうなんだよ、歌がだからいっぱいあったから、歌のあのカメラリハーサルとかも含めたら、午前中からやってるからね、10時ぐらいからずっと歌ってて、うん、そうですよ。だから何時だって12時間ぐらいずっと 歌って話してたね。元気ですね今日はね。だからもう元気、いやでも その割には元気だなという、うん、いつ頃かな、まあ、僕はなんかこう冗談のように疲れてますよとか言ったりしながら最後までいって、いつか、あ、最後の最後だ、うん、最後の最後の、みちょぱ、キャイン、EXIT 入ってくる前の3人で話してる時のつよぽんがもう完全に電池が切れてた。今歌い終わった後、あのそう、あでもガッツでもうガッツもう、いやでも今日早かったからね朝ね。まあでもウルフルズでもう燃えたという、ね、そう、なんか一緒に銭湯に行った帰りの人みたいな、ほわんとしてたかね。楽しかったね。まあでも充実した今日も ね何からだっけ、 SNS バレたでしょ。のんびり始まったんですよ。そうだね、あれちょっと面白かったですね。ちょっと面白かった、テレビ見てるみたいな感覚で、そうそうそう、お菓子食べたかった、うん、なんかまだお酒まではいかないなんか気分の、ね、動物めちゃくちゃ可愛かったじゃん、うん、やっぱりああいうのって今後草薙パークでもあるね、うん、あるね。ちょっと自分とこのペットをちょっと注目してさ、うんね、動画とか写真とか撮ってくれてたら決定的瞬間あるかもしれないから、うんうんうん、あの感じでもやりたいよね、うん、ちょっとバズりをさ、72からの草薙パークで、そうだね、うんうん、生まれるかもしれない、うん、結構さ、なんか VTR 止まったりなんかいろいろあったよね。問題が出ちゃったよね。問題が回答出ちゃったりね、うんうんうん、でもあの空気で本当大丈夫だった、まあ、全然気にしてないわそして吉沢亮君がね、やっぱ素敵ですよね。素敵、あの、うん、僕テレビでしか見たことなかったんですけど、うん、輝いてるよね本当に。顔も美しいし、うん、ね、うん、雰囲気もいいし好青年でイケメンなんだよね。に、うん、フランス人形みたいな顔してますね。綺麗な顔してるね。綺麗な顔して今緊張されててね、緊張してますって言ってお水結構ずっと飲んでてさ、うん、であのミッドナイトスワンをブラックスワンって間違えちゃったの、うん、もうずっと謝ってて、ずっと謝って本当に大丈夫あのなんかその緊張してた気持ちがもう ね、うん、ね、なかなかいないよ、うん、あんな大人でしょ。でもなんか、うん、落ち着いてるし、うん、でも草薙くんへのそのリスペクトみたいなものとお互いやってきた絆みたいなのも、うん、感じですごく感じた。それは嬉しい、うん、また来てもらいたいよ ね、うん、そうだね。素敵、いろいろ知りたくなったもん、なんか作品も見たい、ね、人引きつけるってああいうこと言うんだね。本当だね、わかるわかる。だから白井さんと演出の白井さんと吉沢さんのとかもさ、また面白い、どうなるのかが見たくなるし ね面白いです、舞台が、うん、舞台もね楽しみ、見に行きますよ、うん、そして緑黄色社会、緑黄色社会振り付けのゲームね、ね、うん、慎吾ちゃんがいましたよね。72のアレンジもね、そうそう、うん、あれ言った、よかった言ったよね、あ、言ったか、失礼しました、うん、言ったアレンジもしてくれて、そうそう、しかしあの方は歌うまいですよね。あの方半端じゃない力抜けてて、あの安定感、何年何運年ぶりず、僕一緒になんか歌を歌わせてもらった方の中で、ああ、一緒に歌ってて なんかこう、うわーっていうこのうまさ、わかるわかる、あの、ね、力抜いてますよね、声の伸びがね、あれはもうオリンピック選手ですよいわゆるうちのところで言うとオリンピックです、あれも4年に一度もそういやいや本当にスポーツに変えなくていいんじゃない、うん、なんでですか、自分の中であるんですよ。あのさ、曲もいいよね。だってメラっていう曲は慎吾は好きだったんでしょ。好きだった。でもこれ僕らそれどういうこと、ツイートかなんかしたの、それは。